はい始まりました「石門ジャップ TV」より今週もやります我が軍三ンのレビューのお時間でございます。 ここでこの度取り上げますのは2024年シーズン J1 リーグ第28節、えー、我が軍京都産が FCVSFC FC 東京戦のゲーム、ま、J1 に昇格して以降負け越したことのない、ま、調子を上げる傾向高めの、えー、リミテッドユニフォームを、えー、今節からまといま連勝再スタートをかけた、えー、夏の京都ここにありを見せつける試合を、えー、レビューとしてアーダコーダを覚えていきたいと思っておりますので よろしければラジオ感覚でお付き合いいただけると嬉しく思いますどうです早速試合結果等はこの通り3対0で京都完勝一歩 FC 東京完敗となりましたゲームもうニヤニヤが止まりません 公式戦、この1週間、3連勝でございます。えー、セレッソ大阪戦とのリーグ戦、そして、えー、天皇杯の大分戦からの、えー、リーグ戦、の FC 東京戦の3連勝でございますので、いやー、こんなにできすぎた1週間あっていいのでしょうか。 また、個人的には、今節、まあ、第25節の名古屋グランパス戦以来の、まあ、リアルタイム視聴ライブ配信とさせていただいており、まあ、この FC 東京戦においては、まあ、このサムネにもリミテッドユニフォームをまとい、カマスリベンジ、まあ、最高の夏は続く、そして題名にはえ次なるステージへと取り上げておりまして、まさにその通りとなりました FC 東京戦の干渉もあまりにもね、えできすぎて改めてね、まあ、怖いぐらいなんです。 ですがまた合わせて、えー、このゲームが、えー、開催されました8月24日につきましては京都3階 FC の歴史だけならぬなんなら 日本の経済の歴史を語る上でも欠かせない、サンガのメインスポンサーであります、京セラの名誉会長であります、稲森氏の命日ということで、天国にいる稲森氏に勇姿を見せつける最高のた向けの会長だったのではないでしょうか。今後もぜひサンガの躍進を天国から見守り続けていただければと思います。そこで、 10に関しましては、撮影時点ではもう消化試合に違いはあるものの、3 <laughs> がカシアレイソルを抜いて15位浮上の、まあ、18位の高角圏の岩田と、まあ、勝ち点差6の次なるステージへ、一、まあ、桁順位を目指してもいいところまで我が軍3が来ているのではないでしょうか。まあ、そこで、まあ、このゲームの詳細をここからですね、触れていきたいと思います。まず、両チームのスタメンからでございますが、 えー、我が軍さんがのスタメン、えー、長期で監督のもとへおなじみを433システムを採用しており、 え、ゴールキーパー、不動の守護神、クソンユの選手。そして、ディフェンスライン、えー、右から福田選手、宮本選手、鈴木義則選手、佐藤選手。えー、ミサオ選手がね、えー、謎のメンバー外ということで、まあ、代わりに佐藤選手が入っている次第でございますので、少し、えー、ミサオ選手の、えー、状態が心配になる限りでございますが、まあ、そのミサオ選手の穴をね、えー、埋める活躍、佐藤選手、まあ、素晴らしい出足の数々でですね、えー、補填をしてくれたと思います。そして、えー、中盤に関しましては、 アンカー、まあ、そこに福岡選手、インサイドハーフに米本選手、平戸選手の、ま、盤石の3枚。まあ、ここにキャプテン、川崎選手が、まあ、この天皇杯の大分戦でもね、まあ、別格の活躍しましたけど、それでもメンバー入りできないあたりは、今のサンガの校長物語っていうですね、盤石の中盤3枚でございます。そ最前線の3枚にはもう間違いないですね、右からマルコトゥーリオ、ラファエル・エリアス選手、原選手の、 まあ、各 J1 クラブもね、脅威のスリートップを敷いているサンガー、えー、そしてベンチメンバーには、まあ、ムリロ・コスタ選手に、平賀選手、そして、まあ、川崎選手にル、ルーカス・オリベラ選手などなど、まあ、途中出場のメンツもですね、非常に熱い、まあ、サンガの陣容に対しまして、一方、FC 東京に関しましては、 ピーター・クラモスキー監督のもと4-2-3-1システムを採用しており、ゴールキーパー・野沢選手、そディフェンスライン4枚右から中村選手、土井選手、岡選手、長友選手、センターバックの土井選手と岡選手に関しましては、非常に若手の土井選手は19歳、岡選手は22歳の森重選手が前節東京ベルギー戦で負傷の、あとはエンリケ・トリビザン選手もですね、おそらく怪我の関係かわからないんですが、 正しくメンバー入りしておらず、特にディフェンスラインの台所事情が厳しい FC 東京のラインナップ。そして中盤にはダブルブランチコース選手と小泉選手、そしてアタッカー3枚に右から中川選手、荒木選手、遠藤選手。そして最前線のトップにはディエゴリベラ選手の陣容となっております。 そこで試合の流れでございますが、まあ前半から京都がもう圧倒のですね、まあ前半の入りとしましては、まあこの上ないですね、まあ最高の入りだったのではないでしょうか。まあ前半戦のね、アウェー FC 東京戦におきましては、まあ、ディーゴ・リベラス選手のポストプレイに苦しめられた、まあ最悪な入りの前半戦のアウェー FC 東京戦でございましたが、それと一変ですね、まあ両チームのね、 ま、この8月になって以降の甲府町の差もですね、えー、このゲーム非常に影響あったと思われるですね。まあ、FC 東京に関しましては8月になってから3試合無得点に対し、え、我が軍3がに関しましては8月3試合8得点の、かつ、あの、スタイルですね。まあ、FC 東京しっかりね、キーパー絡んでのまあビルドアップに対し、まあ、3が、え、今節ですね。 まあ、あの、FC 東京の4枚に対しまして、えー、サンガのフォワード3枚プラス、まあ、インサイドハーフ、まあ、平戸選手もしくは米本選手が加わる4枚でですね、えー、迎撃していき、まあ、サイドに追いやってのですね、えー、ボールに対しまして、まあ、福田選手と、まあ、佐藤選手のこの出足の良さでね、えー、サイドで、まあ、ボールを回収および、まあ、タッチラインを割らせるですね、まあ、焦らせたビルドアップに導くことができたおよび、何よりも FC 東京がこのゲームスペース蹴ってこなかったっていうのがめちゃめちゃ大きく、よりサンガのですね、 強みである、まあ、ハイラインかつコンパクトがより凝縮された印象があり、まぁ、あ、FC 東京としましても、まあ人につけるばっかりなんで、まあサンガのハイプレスがもう刺さる刺さる、あの、うーん FC 東京としては非常に苦しかった展開の、まだ開示早々からね、やっぱチグハグでございましたよね。まあサンガはね、入り早々からラファエル・エリアス選手の、まあ、ポストプレイに、まあ原選手の展開、マルコ・ツイリ選手が、えー、につながる、まぁ、あ、3枚がね、えっそくつながる形に対し、まあそれをね、 え、カバーする岡選手と長友選手がかぶってしまうところの入りからですね、明らかに幸福町のね、違いが、もう開始早々から現れており、かつですね、もうラファエル・エリアス選手のその直後の前、前半2分ですか、えー このプレッシングに対し、野沢選手がつけたパス、ま、土井選手にね、ずれてしまい、今、まあ、結果、原選手が、えー、縦に行くという雰囲気を見せて中に折り返し、まあ、ラファエリア選手のシュートに結びついた鍵でございますが、まあ、原選手のこの中、縦に行く雰囲気を見せてね、この中に折り返すこれめっちゃいいですね。それもあってね、ラファエリア選手のシュートに結びつきましたが、得点至らず、まあ、その後ですね、マルコトゥーリオ選手の守備からね、遠藤選手のミスを誘発し、獲得したコーナーキックからですね、3が、早速先制点でございます。 え、平戸選手のコーナーキックに、ラファエリーラ選手のこのヘディングダーン、まあ今のサンガの校長を支える選手たちのホットラインでですね、え、早速先生の、まあ、FC 東京のね、え、ゾーンディフェンスを攻略する、まあ、平戸選手のキックの質と、あとはラファエリーラ選手のまあ、飛ぶタイミングの良さでですね、えー、ラファエリー選手6得点目のですね、まあこのゲーム、あの、 も含めてですね、345分で出てるんですけどそれで6得点でございます、ね。なんか6試合6得点って言われてますけども、実質ですね、 4試合で6得点ペースを叩き込んでいるラファエル・エリアス選手。まだそのラファエル・エリアス選手にね、乗っかるようにですね、まあ、このゲーム、マルコ・トゥーリオ選手がよく出ましたね。<laughs> まずは、前半4分のシーンに関しましては、まあ、原選手のま、ポストから始まり、今、米本選手が展開、まあ、福田選手が運んで、マルコ・トゥーリオ選手につけて、まあ、幅広いですね、ボールの動きか、マルコ・トゥーリオ選手のこのカットインシュート、まあ、当然の枠外のですね、合わせて、前半28分には、これまた左 サイド、ラファエレイラ選手のポストプレイに、原選手が一気に展開。まあ、右のマルコ・トゥーリオ選手にですね、FC 東京の選手が詰めてこれない隙にですね、何のひねりもない右足のこのシュート、これもね、当然の枠外のですね、まあ、ここ直近に、ね、セレッソ大阪戦でのツーアシストに、また名古屋戦でのね、初ゴールなどなど、この8月になってからに明らかに数字が出てきたマルコ・トゥーリオ選手でございますので、まあ、人間の差がと言いますか、 まあ数字が出るとまたより求めたくなるですね。マルコ・トゥーリオ選手のシュートセンスのところにはですね、まあご愛嬌と思いながらも、やっぱりこのゲーム、まあラファエル・エリアス選手のプレッシングの仕方に関しましてね、まあ、このゲーム FC 東京のこの若手のディフェンスライン、このセンターバック2人めっちゃ苦しめたと思います。特に岡選手にとってはこのゲームラファエル・エリアス選手はトラウマレベルになったのではないでしょうか。まあの あの、いかついですね、風貌に加えて、本当にサブらないですし、またそのプレッシングのかけ方、これがですね、結構絶妙でですね、最初から全力でプレッシング行くんじゃなく、あの、まあ、ボールホルダーに対しまして、最初7割ぐらいでプレッシングかましてですね、直前でですね、10割でプレッシングをかけてくるので、思いのか一気に足が伸びてくる感覚っていうのが、岡選手からするとめちゃめちゃラファエル選手、怖かったのではないでしょうか。まあ、それもね、 加えてですね、ま米本選手が特にこのラファイリエス選手のプレッシングに対して連動するわけでございますので、まあ、特に FC 東京のまあ肝となるまあ、ディエゴオリベラ選手のポストプレーとかにもですね及ぶパスをつけさせてなかったまあサンガホント今節もまあ、セレス大阪戦に引き続きもう穴がなかったですね。また鈴木嘉紀選手のサイドステップ踏みながらねもうハイラインをずっとキープしているなどおそらく低ラインアレルギーなんじゃないかなと感じるですね。まあサンガのまあ コンパクトさ具合は、まあ、FC 東京のね、やっぱ人につけるボールの数々でございましたので、相性的にはですね、もう完全にンガのいいように噛み合った、まあ、このゲーム展開。 そこで、FC 東京としましては、まあ、京都の超強烈なハイプレースに対して、えー、クイックスタート、このゲーム多かったですね。まあ、最初の初めのクイックスタートに関しましては、まあ、一本成立してですね、えー、京都のハイプレース攻略したシーンありましたが、それ以降のね、クイックスタートに関しましては、まあ、京都がはめるはめるわのですね、まあ、特に印象強いのが、やっぱ前半33分の、まあ、FC 東京のクイックスタートから、まあ、宮本選手のインターセプト、まあ、宮本選手そのままね、まあ、宮本選手らしくですね、おとりのランニングから、まあ、 コートリオ選手ののクロスのそのこ,ぼれを、まあ、このゲームですね、相当鼻息荒かった福岡選手の強烈シュート。まあ、野沢選手のね、セービングの前に得点至らずでございましたが、まあ、や福岡選手、このゲームね、結構あの、前がかりに福岡選手がね、行くシーンが非常に印象強く、まあ、 FC 東京がね、やっぱこのスペース蹴ってこないからこそですね、やっぱ福岡選手が思いのほかですね、あの前に行けるっていうところもあったと思いますので、まあ FC 東京の噛み合わせの部分もですね、この福岡選手の動きのところに現れていた気もいたします。まあそんな福岡選手の強烈シュートのですね、よって獲得したコーナーキックからですね、まあ、結果的に2点目になるんですが、まあ最初のコーナーキックに関しましてね、えー、これマルコトゥリオ選手のね、<laughs> の、<laughs> 相手を欺くおしゃれなヒールからですね、まあ、長友選手のクリア、まあこのコーナーキックからですね、えー、まだ平戸選手のコーナーキック、まあ原選手のですね、まあ打点の高いヘディング弾でございますね。これ相当打点高かったですね。FC 東京も分かってても止められないと言いますか、まあゾーンディフェンスのね、これ弱点でございますよね。 まあ、選手と選手のこの間にですね、まあ、ピンポイントのボールを供給されてしまった。プラスですね、何も高さのある原選手でございましたので、もう完全にですね、FC 東京、まあ、ゾーンディフェンスについてね、FC 東京としましては、もう考え直すきっかけになるのではないかと思うぐらいですね、まあ、このゲーム、参加のえーコーナーキックが刺さりに刺さりですね、逆に FC 東京に関しましては、このゲーム、 コーナーキックもチグハグだった印象があり、確か前半の19分と前半23分ですね、この荒木選手の蹴ったファーサイドのボールに対して、えー、全く合わせる選手がいないというですね、まあ両チームのこの好不調、まあコーナーキックにも現れていた感じがいたします。まあそこでこのゲームですね、あのー、まあ後ほど触れてはいくんですけども、まあ当然平戸選手のね、えー、1ゴール2アシストの、まあ、圧倒的活躍もあったんですが、この前半のですね、42分あたり からですね、まあ再三ねこのゲーム聞いておりました米本選手はですねもう完全に主役になったなと見返したらやっぱり改めてこのゲーム米本選手は主役だったなとやっぱ FC 東京戦ということもありですねまあ古巣のチーム、まあ、長年ね えー、まあ、今、サンガのね、強化部におります、まあ、大熊さんのもとでね、FC 東京で長年プレイしていた選手でございますけども、まあ思うものがあったんでしょう。まあ、このゲーム、本当にですね、まあ、タイトでございましたね。まあ、特に前半42分に関しましては、これね、まあ、あまり良くないシーンだったんですけども、まあ、ちょっと倒れながらね、荒、えー、木選手をちょっと蹴るような形となってしまい、ただ、えー、その後ね、宗本選手すぐね、審判に対してね、なんか、弁解するんですね。ちょっと切れ気味に、かつですね、その後、味方を鼓舞することによってですね、完全に 宵本選手悪かったんですけど、なんかちょっと悪くない感じにね。仕立てる。この雰囲気感。 米本選手やっぱさすがベテランの選手だなと思いながらもですねその直後にやり返す長友選手これには、ね、思わずですね笑ってしまいましたまあそんな後半に向けて少し荒れる転換になるんじゃないかなと感じながらですね迎えた後半まあ後半も引き続きまあサンガのコーナーキックがささるささると言いますか、まあ、後半3分に早々に平戸選手のコーナーキックまあ原選手のこれまたですねこのヘディング弾かと思いきやですねギリギリ野沢選手 がビッグセーブで3得点目に至らずでございましたがその直後のですねえ2分後の後半5分でございますねこれまた前半からね、えー、東京の、えー、悪い癖でございましたこの焦ったリスタートをきっかけでですね、えー、我が軍、さんが福岡選手が引っ掛け福岡選手のこの鋭い差し込み えー、まあ、福岡選手がね、差し込むくさパスって基本通るんですよ。まあ、それぐらい福岡選手の、まあ、慎重な福岡選手がね、差し込んだ、えー、この草さパス、ま、当然ラファエルエリア選手に繋がり、ラファレエルリア選手反転してですね、えー、シュートに持っていこうとしたところ、これもね、引っ掛けられて、結果拾ったね、えー、マルコ・トゥーリオ選手、えー この福岡選手がね、え、草火を供給した時点でね、前向きに走っていた平戸選手が3人目のね、動きでし、動きとして、マルコトゥーリョ選手のこのスルーパスも優しいスルーパスでございましたね。え、それに抜け出し、今平戸選手のシュートフィニッシュ、まあニアサイドをぶち抜いたのね。なんと J1 リーグで意外にもね、平戸選手初ゴールの、まあ点取った後のね、え、このガッツポーズ、飛びながらのガッツポーズも相当嬉しかったのでしょう。 また、この平戸選手の J1 初ゴールをアシストしたマルコ・トゥーリョ選手に関しても、えー、この名古屋戦でね、第25節に、あの J1 初ゴール、マルコ・トゥーリョ選手叩き込んでいるわけですが、それをアシストしたのも平戸選手なわけでございますので、お互いの J1 初ゴールをアシストし合うあたり、まあお互いね、あのー、この抱き合う姿見たとき、一文ジャッ思わずですね、本当に見焼けましたですね。まあ最高な、特に、 後半の立ち上がりにこのまた三得点のとたき込むあたり今の参画の好調具合をまあ物語るというかまあ強いチームらしさを感じるですねこの後半の立ち上がり今とどめの三得点目でですねーゲームあり感はありながらもですねまあその後ですね事件発生でございますごめんなさい荒木様完全に米本選手やっちまったなと感じるですねまあこのゲームある意味ですね存在感的にはもう主役級の米本選手 まあ、きっかけとしましては、まあ、後半7分でございますね。まあ、福田選手が FC 東京のね、選手の、まあ、鎖パスを引っ掛けたところからですね、マルコ・トゥリオス選手の、まあ、今節2度目のですね、遊び心満載の足首を使ったですね、まあ、空中の、まあ、ボールさばきにですね、フィーチャリング米本選手のこのハイキックでございますね。まあ、結果、荒木選手がもらい事故のような形でですね、顔面に思いっきりヒットしてしまいましたね。 まあ結果、荒木選手、ま負傷交代の、まあこればっかりやね、本当に荒木選手のまあ無事であることを祈るばかりでありますが、まあ、米本選手、これ正直退場になってもおかしくなかったけどですね、まあイエローカードでまあ済んだっていうのがですね、個人的なもう退場になっても正直納得せざるを得ないぐらいですね、非常に危険なプレーでございました。 ですので、FC 東京の選手たちも思うところがあったのでしょう。まあ、代わりに入った東選手が後半16分に怒りのですね、米本選手に対する、まあ、競り合いの時のですね、えー、チャージ。まあ、これはね、もう間違いなく米本選手にイライラしていた、表、えー、れだったのではないでしょうか。まあ、結果的に米本選手、も後半24分には川崎選手と交代の、まあ、こればっかりは納得でございますね。まあ、明らかにね、存在感的にはですね、まあ、 プレッシングの強度、そして、えー、おとりの動き、そして中継するですね、意外とテクニックを見せるね、プレイの数々に、えー、角度をつけた展開等ですね、このゲームめちゃめちゃ効いてたんですけど、まあ、荒さの部分に関しましてもね、えー、ちょっとこのまま行けば、米本選手ね、FC 東京戦ということもあってね、より気合も入っていることでしょうから、退場してもおかしくなさそうでございましたので、まあ、後半24分に、米本選手、まあ、めちゃめちゃ良かったんですけども、変えた長期で監督の判断は、これ結構ナイス再配。 だったのではないでしょうか。 とはいえ、京都にとっては、米本選手不在をですね、結構影響が大きく、まあ、前後しますけども、まあ、後半22分には、中川選手の、このオーバーヘッドダン、と思いきやですね、えー、これはね、あの、オフサイドポジションでございましたので、えー、取り消しの、まあ、これは鈴木義則選手がね、参、え、加、ー、の自陣にちょっと追いやられていたもののですね、鈴木義則選手がライン下げずにですね、しっかりと、ハイラインをキープしようとですね、ラインを下げていなかったっていうところがですね、非常にポイントとして大きかったのではない でしょうかそして、まあ、交代後のですね、えー、まあ、後半30分におきましては、まあ、この、まあ、サンガジジのところですね、FC 東京の、まあ、切り替えの強度が光りましたですね。サンガジでボールを奪いですね、左サイドもガウディの選手に展開し、ガウディの選手のクロスに、えー、コウ選手のヘッド、まあ、これば当たり、えー、そのこぼれだもコウ選手がね、押し込むものの、まあ、ホームランでございましたので、えー、得点に至らずでございましたが、まあ、このシーンに関しましては、正直失点してもおかしくなかったシーンでございました。えー、その後はですね、 えー、まあ、タワラツミダ選手の仕掛けにですね、ま、クソンユ選手の、まあ、ビッグセーブもありですね、えー、なんとか、えー、耐え抜く展開でございましたが、ただ一方、サンガもですね、まあ、ベンチメンバーがですね、まあ、見せる、まあ、選手層の厚さ、まずはね、えー、後半40分には、まあ、マルコ・ツーリョ選手がね、引っ掛けたところから、原選手との、まあ、ワンツーという形で抜け出し、マルコ・ツーリョ選手も中にね、折り返したボールも、これ完全に平賀選手がね、 また決めるだけだったんですけど、トラップが思いのく足元入ってしまい、かつ、剥がす先のコースに野沢選手がね、もうすでにケアしておりましたので、まあ結果的に詰まった形となり、もう4得点目至らず、まあこればっかりはね、マルコトゥーリオ選手にまたさらに足を使わなかったのがですね、個人的には残念なですね、まあ、平川選手としましては、えー、非常に悔しい結果に、ただその後もですね、アディショナルタイム、このスローインの場面からね、 まあ、無理路コスタ選手、中野選手、平賀選手の3枚が絡んでね、抜け出すシーン。特に無理路コスタ選手、やっぱいいですね。結構ケツ使いながらね、あの、ブロックしたりなど、まあ、ボールの持ち運び及びね、えー、あの、えー、簡単なポストプレイに関しましても、そつなくこなしですね。やっぱ無理路コスタ選手、やっぱ可能性ね、このゲームでもね、改めてですね、えー、短い時間帯でありながらも雰囲気を非常に感じました。で、また他ではね、アデショナルタイムの6分には、やっぱ川崎颯太選手、素晴らしかったですね。 え、このガウディの選手のね、力を利用したですね、おびき寄せるこの反転からポケット侵入。これめっちゃうまかったですね。こんなプレイもできるのかとね、ちょっと驚かされた川崎選手のポケット侵入からの折り返し。これまたね、中野選手の左45度からですね、巻いたシュートフィニッシュもこれで完全にですね、素晴らしい締めくくりの4得点目と思いきやですね、なんと得点取り消しというですね、 えー、原選手に実はというと、ちょっと手当たっていたというですね、結果それ取り消しによるですね、えー、昨年の最終節のね、平賀選手もね、得点取り消しの、えー、それに続く中野選手のこの得点取り消し、えー、新人選手にとって および中野選手に関しましてはね、来シーズンプロ契約でございますけども、まあ今,今、今年はね、特別指定選手として、これまたね、特別指定選手として得点取ることのね、意味合いもですね、非常に大きく、まあそれが取り消しでございますので、なんかサッカーというスポーツを恨みそうになるぐらいですね、非常に、うん、残念な判定のですね、まあ、結果的にゲームは3対0の終戦も、後味悪い中野選手の取り消しで終わってしまった印象のこのゲーム。ただ結 結果的には、えー、無失点で切り抜けた実は評価に値すると思いますし、また合わせて、まあ、ホーム7連敗を喫しました。あれだけ勝てなかったサンガスタジアムで、日、えー、試合連続、まあ、前回のホームでのゲームは VS 名古屋戦に引き続き、まあ、3得点を2試合連続ね、えー、ホームで奪えてるあたりは非常に収穫が多い、まあ、今節の FC 東京の ま、人につけるパスばかり、プラス、まあ、焦たクイックスタートによってですね、まあ、サンガの陣形がよりコンパクトとなりました。まあ、サンガの火力がより行きました。 平戸選手のキックの質の高さに、え原選手とヨレモト選手の、まあ、フルス相手に対する躍動感、そしてえ福岡選手の前のめりに、ラファエル・エリアス選手の、まあ、強烈なプレッシングなどなど、まあ、校長さんがいっぱい をまあ、ゼフ超 FC 東京の差がえそのまままあ、試合のえ流れ及びえセットプレー等にもえ現れた試合内容及び結果だったのではないでしょうかそこで次最後にこのゲームの MVP を一人取り上げていきたいと思います、まあ、今節は迷いもしませんでした、まあ、当然勝利しました我が軍京都3階 FC からミッドフィルダーの平戸大樹選手を選出でございます 1>, 1ゴール2アシスト。まあこの結果だけでもですね、まあ、取り上げないわけにはいかないんですが、それ以外にもですね、貢献度が非常に素晴らしく、まあ、サンガのね、ディフェンスラインのクリアーボールに対しまして、拾って、そして前線につなげるですね、この中継するですね、このボールの扱い、これ本当に、えー、平戸選手素晴らしいですね。まあ、前半戦のサンガになかったプレイでございましたので、まあ、サンガの攻撃の多彩さを生み出しているとと,ともにですね、あとは、 プレッシングですね。ボールを扱ってもうまいわ。ボールを扱わないところでもですね、このプレッシングのところでね、きっかけとするですね、えー、サンガの、えー、前線3万2プラス平戸選手がね、えー、プレッシングかますことによってですね、サイドに追いやるですね、えー、FC 東京の苦しみ紛れの、まあ、ビルドアップにもつながっていたと思いますし、まあ、結果、走行距離に関しましてもね、えー、前半に関しましては確かトップでございました。えー、走行距離でございました。それに加えて結果的に、 この2アシスト1ゴールでございますので、もう化け物でございますよね。もうキックの質がね、ゾーンディフェンスの概念をね、完全に破壊するキックの質の高さに、プラス、 ゴール前にね、ここぞというところで、えー、出てくるですね、シュートフィニッシュ、まあ、J1 初ゴールね、おめでとうゴールでございましたし、まあ、結果的にですね、えー、6アシスト目でございますので、今現在 J1、あの、アシストがね、ヤンマテウス選手と、えー、鹿島のマロ選手ののアシストでございますので、J1 アシストも見えてきました。かつての2018年のね、J2 アシストがね、えー、J1 アシストがより近づいた。プラスですね、えー、J1 初ゴール叩き込む ね記念すべきゲームでもございましたのでまあ、当然平戸選手を取り上げないわけにはいかないでしょうでまだ存在的にはねあの米本選手の存在も非常に際立ちましたまあやっぱフルスーとの対戦となってくるとねやっぱ気持ち高ぶるものがあるのでしょうと感じた、えー 京都3外 FCVSFC 東京戦のレビューでございました。まあ、そこでね、その流れから、次節、第29節のゲームでございますが、VS カシマントラーズ戦でございます。8月31日の19時キックオフのゲームでございますが、まあ、今現在5位のカシマントラーズ。まあ、J1 優勝争いに向けてね、町田と勝ち点差5差のですね、もう絶対勝たなければいけないカシマントラーズの立ち位置でございますが、まあ、対する京都としましてはね、まあ も連勝中の何よりも平戸選手がねこの鹿島ジュニアユース時代からね、過ごしていたチームで、まあ、トップチーム昇格して以降はね、FC マチジャーゼルビアへのね、レンタルでですね、基本鹿島に帰ってきてもね、活躍しきれなかったっていうね、ちょっと悔しいね、鹿島ントラーズへのトップチームでのですね、プロ生活でございますので、まあ、鹿島ントラーズに対しては、平戸選手、まあ、昨シーズンはね、 確か、カシマントラーズ戦は出れてなかったおよび、まあ、今シーズンの前半戦に関しましても、その時平戸選手はまだ絶対的立ち位置でなかったので、まあ、ここぞでやっとね、カシマントラーズとね、ゲームできるということで、平戸選手としてはですね、気合が入るですね、まあ、今節のね、あの、米本選手のようにですね、まあ、ちょっとね、ファールの部分に関しましてはね、まあ、当然、あの、やってほしくないところであるんですが、 まあ、質の高いね、キック及び、まあ、中継するですね、えー、まあ、ボールの扱いの数々でですね、まあ、カシマントラーズをね、ギャフンと言わせるですね、サンガ、今シーズン初の、えー、3連勝を期待して、えー、ここらで終わっていきたいと思います。えー、最後までお付き合いいただきありがとうございました。チャンネル登録、評価、コメント、お日、Twitter、改め、アプリ x の方もフォローいただけると嬉しく思います。また、次回の動画でお会いしましょう。石門ジャポ TV でした。